はい、ちょっと諦めないです。もうちょっとだけ時間置いたらミネルヴァ復活しました。もうね、寝れない。俺はもうこれは負けたままだ、寝れない。もうこの絶対クリアするということで、いいと思います。もう今4時10分朝のね、もうね、山根の姉さん、あのね、のね、ありがとうミネルヴァということで、ミネルヴァやったら勝てると思う。いや、ほんま上手くやったら勝てんねん、絶対。どれだったっけ、そのパーティー。あ、これ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 、もうね、あの、ダダダダズワーがあるんで、だからもうバータはズワーされる前に一撃で仕留める。うん、いやもうなんかズワーが強すぎんねん、あれが。あ、マジでズワーだけは絶対防ぐ。これはもうテーマ、今回。やれるな俺、いけるぞ、いけるな、お前やるんだぞ、いけるぞ。ズワーズワーズワー、よし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 、ズワー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 、あの、残そこ、帰る。オッケーオッケー、回復しようか、回復しようか、回復しようか。ほほほほほ、機械よ、どうしたのかな君、機械よ機械よ。オッケー、ズドドドドドドン、あれれれれれあれれれれれって感じだったな。ちょっとじゃああれするか、アミさん、そのとこだ、アミさん、アミさん、アミさん、揃いすぎ、揃いすぎ、注意報、まずい、倒しすぎ、やめて。回復力をちょっと下げた代わりに効かんな、バカめが。火力上がってるぜ、へい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 、よし、オッケー、アバロン、アバロン乗り、アバロン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 、一番下しリクーブが簡単やからな、このパーティーだ。オッケー、アバロン、アバロン、アバロン、完璧やで、アバロン完璧やで、いいね、アバロンいいね。リクーブも全然余裕やから、リクーブの突き進むで、俺はリクーブ、あいつ戦いするからね、めちゃくちゃ。なぜかというとあいつはね、半減できるんでね、むしろ多分ギニュー、リクーム、フリーザー、あの辺は戦いやすいと思うね、俺は。むしろね、一番怖いのはバータ、まさかのバータね、ゴリラ強い、あいつ、あいつに超苦しめられてて、まだ行っても行ったことないけど、ギニューまで。でもバータがいることだけはやっぱ確かなんですよ、あいつはね、やばいんですよね。アテナパーティーでもあいつは天敵やし、しかも今回火やから余計天敵。オッケー、オッケー、オッケー、多分金が進化後なんかな、これ多分。機関機関、どうしたんだね君、今回の俺はキレッキレだぜ。いくぜいくぜ、リズム取っていくぜ、あかんかんかん、リズム取っていくぜ、あー、ミスった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 。オッケー、アバロン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 、ええぞ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 、オッケー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 、あ、ミスった、なんか、何しよう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 、ミスった、あー、ミスった、いや、まあやばいやばい、これめっちゃ強いよな、これめっちゃ強ない、ミネルヴァやばいな、ほんまに。俺がこんなん使いこなしてんかって、この強さってことはほんま使われてめっちゃ強いな、多分これ、このこいつめっちゃ使いやすいなって、スキルとかすぐ溜まるし、しかも光と闇半減はやばいよ、いいね、ミネルヴァちゃんいいね、最高だね君、あんたさん最高やな、ミネルヴァちゃん、いやミネルヴァほんま強いわ、やばいわ、これは絶対ガチャのやつだよな、こんだけ強かったらな、そらな、絶対リアキャラやろこいつっていうレベルの操作しとるもんな。オッケーオッケー、5ターン溜まるからすぐ溜まるし、かも回復量が高い、まず回復量がいいんですよ、ミネルヴァちゃんね、オッケーオッケー、よし、おお熱い、
て、目が、あー目かかる、あー目が、ちょコンタクトレンズがもうずれかけてるんですよ。もう結構ね、もう精神的にね削られてるんですよね。でもそれでもやっぱパズドラが面白くてね、やめれないんですよ。もう寝れないんですよ、僕ももうね、勝つまで寝れないんですよ。諦めません、勝つまでは。あ、消えた、まずい。 OK、 闇ドロップ OK、 闇を光に変え、闇を火に変える。そう、君に決めた。これは何か使っても全然問題ないから、むしろこれをどんどん使っていけばいいことやん、多分。これはそういうことやん、多分な。よし、いける。やばい、やべんディアンズ、やばい。あれ絶対食らったな、あれ一回も食らったもんだけど、あれ絶対食らったな。から、あとちょっと闇揃えよう。まず闇揃えて弱点ついてからの火、火を取らなかった、ミスター。アバロン、あー、うわー、マジか。これはさすがに無理やな。それワンターン、一ターンで、いやー微妙なところだから危ない。これはそんなことせんとこ、雨を落とした終わり。まあこれで多分いけるでしょ。まあこいつやろ、銀か金落としてくれよ、リクエム頼むで。まあこいつもええって、なんかもうその2番上昇するあたりがもう意味分からへんもんね、俺からしたら。なんでこれ上昇したん、上昇志向やなこいつ、ほんま。まあ、これ上昇志向やで、ほんま困りますよこれ。イランドロップ消しとこう。めっちゃ効いとるな、でも攻撃自体はこいつ。森が強いんかこれ、森もしかして。結構このパーティーの結構効いとるな。あと1ターンか、早くしますか。とりあえずミスター、消しちゃうかい。そう、これズワーしてくるな、多分次ズワーしてくるわ、これ絶対。これも俺一気に減らすから、ここで一気に勝負かけるから、ここで。すいません、勝負かける前に光ドロップ邪魔やな、これ。いらんな、光攻撃おらへんもんな。むしろ草が欲しいもんな、こいつ。だから草欲しいから光消すか、これ。まずこれ邪魔やな。回復ドロップ消しとこう。よし、で、これでマカンゴトップ打っとくべきか、打っとかないべきか、まあ、残しとくか一応。コンボ組んだ方がいいな、絶対。だから緑コンボ組もう。よしよし、来た。これいったやろ、さすがに。これ絶対いった。頼む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 、ほんま頼むで。よっしゃー、ラッキーよ。銀、銀落とせよ。よっしゃー、弱い、こいつ弱いぞ。こいつめっちゃ弱いぞ。なんかちっ、しょうがないな、バカが。俺を舐めるなよ、ここまで勝ち進んできた。この精神力で勝ち進んできたんだ、ここまで俺は。勝つ、回収。あ、いた、よいしょよいしょ。いや、むしろ儲けだ。え、強っ。え、お前強っ。お前マジかよ。おい、お前強いな、結構お前強いな、マジか。謝るわ、ごめん、強かった。
こいつ強いな。マジか。そういうレベルか。君そっち系のレベルか。よし。これここ行っとくべきや。マカンコソッポー。あー踏んできない。いや、いける。あかん。頼む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 。クラッシュ。大丈夫大丈夫。あ、ラッキー。ありがとう。多分つい決まるな。おしき。好きなかったから俺結構お前のこと真剣見とったんやけどな。俺は好きなかったぞ。あいつ、あーおちゃんとも消したかった。だから半減しとこうかな、こいつ攻撃。ここで多分な、俺が思うに、まあ遊ぶじゃないけど若干楽できると思うね。俺は思うに歩くね。どれくらいまず見とこう。3000、熱い。しかも2回行動、これでかいぞ。ここでスキルためよう。全部そこスキルためやわ。これこれこそまさにスキルためやで、俗に言う。いやこれ絶対そういうことやな。ミネルヴァ強えな。やっぱまあ適当に、オッケーオッケーオッケー。でもこいつってさ、なんかチェンジとかしてきそうな感じするけどさ、あれしたらどうなるやろな。こいつチェンジしてたら属性変わるとかないよな、さすがに。こいつでもためとかない、ためとかない無理やな。 HP まず回復しようかな、こいつで。徐々に削られていくよ、HP。なかなかこいつやっぱ弱い言うても、なんぼ弱いでもこいつやっぱあれやわ、エースやわ、敵に言うの。親分だけあるでほんと。よけよけよけ。いや、行こう。あ、でもよかった。よかった。だってこいつ、ドラゴンタイムの能力がアップする、アップやから、HP ちょっと減ったけど、全然良かった。むしろ攻撃してされなかったら良かった。熱い。儲けだ。これ儲けだね、これ。抜かったな、ギニュー。お前はミスった。お前ミスを犯した。俺は甘く見たことだ。うわ、やめろ。ギニュー抜かったな。お前のミスは俺は甘く見たことだ。俺の名前はベジータ。舐めるんじゃない、俺を。カカロット。頼む、ドラ。イエス、イエス、イエス、イエス。なんやで？ミルキーキャノン。おお、戻った。ミルキーキャノンみたいな、ほんまふざけた名前。渡辺ミルキーのファンか、お前は。おい、ミルキーファン、どういうことや。レッシャ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 ッシー。黙ってきたね。できるの？しかも闇やから絶対これ闇やろ。もう見た感じ闇やろこれ。闇やから絶対これミネルヴァでいける。これミネルヴァで倒すためのステージだ、ここ。
けるぞ、いけるよ。待て待て待て、焦ったな焦ったな。まず闇ドロップ少ないから闇ドロップ増やそう。イランドロップ消そう。オッケー、あ、機械や。あ、あんま大したことないこいつ。あ、いけるぞ。よしよし、来た。あ、闇、闇消えた。何した、何した、何、どんな消えんの。おいおい、ミスターミスター、何した。いや、むしろむしろ、あ、こいつ弱いぞ。うん、こいつ弱いな。決めるか、ここで。いや、もったいない、こいつ弱いぞ。逆にここで逆に稼がしてもらおう。ただこいつなんか山だった変な攻撃してきてる可能性は、デスボールで押してくるかもしれんからな。だからこれで、それには気をつけながら。もうでも俺は笑顔で攻めるよ。なに5ターンしかも。お前やるな、俺に超高速で動かせということが。うらっ、HP めっちゃ低い。決まった、虫キャラか。暗いミネルバフォー、ああやめてくれよ。マイフで優しくはないぞ。優しくしてくれよ、頼むよ、優しくしてくれよ。ちょっとぐらい来てる来てる来てるよ。まず一発でここで打っときます。バカめが、俺に勝てると思ってやがるのか。こうきたー、ファイナルビッグバーバック、ドドドドドド、えー、ちびたか。いや、バー全然低くなったな。こいつめっちゃ HP 高いよ。 HP 高っ、マジか。ただ攻撃が低かったし、しかも何だっけ、ヒドロップ増やしてくれる。こいつミネルバにありがたい、めっちゃミネルバできるようなのもんやな。もうこれ逆にミネルバの方が絶対勝てんやん、これ今の俺では。なんでドイツから地獄を見せてやろうかって。クリリンにしてくれよ、それはもう。俺やめてくれよ、お前俺に地獄見せようとすんなよ、やめろ、それだけやめろ。クリリンにしてくれ、頼むぞ。決めた、ああ、そういうこと、動かない、スキル発動できなかった、そういうこと、地獄見せるって。俺にすんな言うたやんけ、お前クリリンにしろよ、ほんま。しょんじゃん、お前クリリンしとけよ、お前もう攻撃してくんな一緒。聞かんな、お前の攻撃はもう俺は見切ってるんだぜ。まあまあ、やばいわ。ありがたい、こいつ熱いぞ、こいつ弱いぞ、第二ゲート弱いぞ。バーターがめっちゃ強かったけどこいつ弱いぞ。相性めっちゃええぞこいつと。俺とこいつ相性めっちゃええわ、多分。ほんま占い師は多分もうやばいぐらい占い師だと思ったこれ。おお、マジで、おお、やばい、やばい、10コンボー、ええ、来た、これが俺の10コンボや。おい、来たね、もうこれなら決めた俺、これが光るの10コンボや。よし、かかって、はいけ、いけ、あ、スルー、マジかー。あ、これ第三形態、これラストか、これ。え、マジで、何しようこいつ、マジか、全員、あ、全員、何、まあ、やば、何、
多分攻撃さえ食らえばいける。回復すぎて残しながら行こう。回復、あ、動かんほうがやん、動かんじゃん。お勝手に、お前お前、ええわ、やっとけやっとけやっとけ。おうおう、攻撃対象もないと思う。どれ、ちょっと拝見。バカだ、大したことねえじゃねえかよ、口だけやろうが。いや、ただちょっと一個痛いぞ。アベレージ4000ダメージ食らしてくるちょっと鬱陶しいな、こいつ非常に鬱陶しいですね、これ非常に鬱陶しいですけど、どうしましょうかね。スキル使えるからこれ使った方がいいな、ここででかいで、ミネッチいくね。これ防御力、これ強いな、やばいな、ミネルヴァめっちゃ強いな、ミネルヴァほんま覚醒やで、ほんま覚醒してもどうもやな、ほんまにやばいな。よし、思ったより効かんかったな。最終形態がおると思うやん、多分俺が思うに。これいや残した方がいい、最終形態おるから絶対これ。だって長距離はさすがおるやろ。おらんかな、おらんのかな、最終形態。地獄級だったな、あれ階級だったな、最終形態俺。でやめて。いやこれ HP やばいわ、こいつ強い、ほんまにやばい、こいつ強い。解放してて、解放してくれよ。ひゃあ、俺の考えでも消してきやがった、あいつ。まあ、そういうことする、一番やった男と一番やったかんことある、それは。しかも、いや、培養、培養やで、これやばいな、これ本格的にやばい。次のターンで一旦とりあえず下げとこう。意味なかった、マジか、ミスった、ミスタークイブやで、これミスタークイブにもほどあるで、これここだけ絶対勝つ、俺は勝つ。この次どうなっても知らん、後のことを考えてたら人生生きてられないでしょう。勝つ、俺は勝つ、俺は全然聞いてないぞ、こいつ強すぎひんか、ちょっと。ハロー、見てるわ、ジーベーカメハメハー。いやこれはきついな、これラストチャンスやったな、今回の。フリーザ無理やったか。いやー、フリーザ獲得ならずということで、楽しかった、楽しかったな、このドラゴンボールコラボ。勝負したな。いやー、まさに死力を尽くす戦いやったんですかね。まさかあいつがあんな強いと思わなかったですね。半減してあの強さってことはですよ、普通に言ったら多分ボコボコですね、マジで。
ミネルヴァ使ってあれってことは普通に言ったらほんまにもうそういう悲惨なことになってましたね多分。で逆に言ったらミネルヴァに倒ったらヤバかったんかもっと。くそー火力足りんかったっすね。もっとね攻撃が足りんかった。どっちにしろもっと一撃強いのでもっとほんまにもう100万単位で与えてきるようにならへんかったし、きついな。いやーいい勝負だったんですけどね、かなり接戦。最後で最後、まあ最終ゲーターまでいけなかったんですけど、まあまあ楽しめたんでよかったかなと思います。というわけで今回はこれで終わります。ありがとうございました。